こんばんは。今回は導きエクストラについての動画となります。速報値や感想、おすすめギア、そして対策について喋っていくので、ぜひとも最後までご覧ください。あとその後ろで流れてる対戦動画に関してなんですけども、これエクセが勝てる対面ってよりかは、逆にそのエクセをメタったキャラ、そちらのキャラとの対面になるので、エクセが勝てる対面、例えばその新春春とか、そこら辺との対面が見たい方はぜひとも使ってみたの方をチェックしてみてください。ということで、まず速報値の方を見ていくんですけども、使用率の方が 21.6% で、勝率が 52.6% でした。なんか勝ててない感じですね。まあその陣とかサテラとかも、その初日はやっぱ低かったので、まあそういったとこはもしかしたらあるかもしれないんですけど、そうですね、このキャラが強いのにその勝率が振るってない理由としては、まあ明確な対策キャラがいるっていうのと、あとはその防御性能がね、波というか、まあ普通のキャラよりもちょっと低い可能性があるので、まあそこら辺かもしれないですね。ミュウエだったらその瞬間移動とかダイブとかエアモードとかありますけど、このキャラは基本的に自分の足で取る必要があるので、そこら辺でやっぱ評価がちょっと差がある、評価というか、まあその勝率が下がっちゃってる可能性はあります。あとはその性能の方がやっぱちゃんと読まないと分かんない性能じゃないですか。この弾を集めるのはどうやってやるのとか、どうやったら強いのとか、そういったものがまあ割と分かりにくいキャラだったりはするので、まあ、そこら辺で評価が下がっちゃってるのかな、どうなんだろうな一応そのこのまま感想に移っていくんですけど、個人的には強いと思います、このキャラ。マジでその対策してないと積みかねないキャラなので、めちゃくちゃ強いとは思うんですけど、なんかそのコメント欄とかそういった世間の評価を見た感じ、その対策できるから弱いみたいな感じの評価らしいんですよ。なんですけど、個人的には強いと思うんですけどね、このキャラ。昔のその対策なしの最強キャラみたいな、そういったキャラがおかしかっただけで、これが普通だと思うんですよ。例えばジンとかに関しては、その、イオリとか、光線ジュラとか、そういった対策キャラがちゃんといますけど、だからといってジンが弱いってことになんないじゃないですか。ジンは最強キャラなんですよ。なんですけど、今回に関してもやっぱ同じことが言えるんじゃないかなと思います。このキャラは、そうですね、やっぱ春とかピークとかそういった環境キャラに勝てるっていうのもポイント高いですし、あとじゃんけんでめちゃくちゃ強いんですよ。うん。編成に入れとくだけでだいぶ圧になるので、そこら辺がこのキャラの、まあいいとこなのかなと思いますね。あとはその、エクセの対策キャラって大体ね、他のキャラに誰にも勝てないみたいな、そういったキャラが結構多くて、その本当にピンポイントみたいな対策のキャラが多いので、そうなってくるとやっぱさっきも言ったじゃんけんが強いってことになるのかなと思うので、結局結論としてもやっぱエクセは強いってことになるのかなと思います。で、次のおすすめギア紹介していくんですけども、一番合うのはやっぱブレスですかね。基本的には多分これ一択になると思います。自身がね、回復効果結構持ってるので、それのおかげで SS 回転を上げれたりとかするので、これが一番無難だったりはしますね。他にも一応そのアスラだけとか、ジンだけとか、そこら辺が一応そのまあ、相性が良かったりはするんですけども、まあ基本的にはブレスになると思います。はい。で、スロットスキルに関しては、そうですね。やっぱまあ、増加量が安定じゃないですかね。やっぱ SS 回転を上げて、その弾の方を集めてって、速いショットドーンみたいなのしたいので、できる限り回転を上げるためにも、増加量はできる限り、持った方がいいかなと思います。じゃあこのまま修正いきますか。修正に関しては、基本的には英傑ソアラクスが合うんじゃないかなと思います。スタミナ依存しないエリア拡大の上に、まあ回復量も一応その、まあそのスタミナ減っちゃったらできないですけど、まああるうちだったら回復できたりするので、そこら辺がいいのかなと思います。このキャラは結構やっぱそのスタミナが結構コロコロ変わるんですよ。一応極限とかそういう特ショット打った後は回復するんですけど、それ以外は回復とかあんまりなくて、その、まああるっちゃあるんですけど、回復が間に合わないので、基本的にはこんな感じで赤になる時が多いんですよ。なので緑条件とかそういったスタミナ条件のものが乗らないので、そうなってくるとこういったその打球数とかそういったスタミナに依存しないエリア拡大、こうしたものが強いのかなと思います。あとは同じもので言うと、公園シャルとかもそうですかね。これもスタミナに依存しないエリア拡大な上に、あとは得点回復がついてきますんで、そこら辺が欲しい方はこれも合うかなと思います。あとは戸惑靴とかも一応あったりはしますね。これはエリア拡大はないんですけども、得点に依存しない回復だったりします。マイポイント回復できるんで、そこら辺がこのギアの魅力です。あとは増加靴とかかな。オートスキルが結構優秀で、まあ、9打球までエリア 10%。あとは、そうですね、なんだっけな、状態上のレベルマイナスか。あれとかもまあ結構強いですし、まあいいっちゃいいんですけども、ただスロットスキルで自由度がめちゃくちゃ低いんですよ。特定のスロットしかないので、そこら辺がちょっとマイナスポイントだったりします。あとはピアナに関しても一応合ってて、これスタミナが減ってる時に回復量が結構多いって感じなので、復帰しやすいっていういいところがあるんですけど、ただそのドリンク無敵を持っちゃってるので、そこら辺がちょっと邪魔になる可能性があります。
昔の環境だったら、まあ、アレスエンブレムで必中どうせついてるから関係ないよねって感じではあったんですけど、アレスエンブレムがそのミラーでダメージ増やしちゃうからっつって外す人が増えてるんですよ今。なのでそうなってくるとやっぱドリンク無敵が邪魔なのでちょっと評価は下がっちゃうかなと思います。あとは正月見上も一応あったりはしますかね。これ一応ドリンク無敵がない代わりに回復量が減ったバージョンになったりするので、まあ、なくはないかなと思います。あとはラインズマンエクセとか MVP ネモみたいな、まあ、スタミナに依存しないエリア拡大かつスタミナ消費マイナスとかそこら辺もまあ一応あったりはします。まあその火ダメ減っちゃうんですけど、まあ、移動の消費を減らせるのでそこら辺もまあなくはないとは思います。という感じでスロットスキル見ていくんですが、スロットスキルは基本的にスマ向こう一択になるんじゃないかな。多分みんなスマ向こうにこれからするんじゃないかなと思います。ミラーで使えますし、あとはセリナ対策としても使えるのでこのスロットスキルはやっぱつけときたいかな。まあ、他にもそのエリア持ったりとかもいいですけどね、まあ、特にその消費 3% とかのやつを選べばダメージを増やすことができるんでその分回転上げたりとかもできますし、あとは回復とかに関しても、まあ、ブレス持たせるのであれば回転上がりますし、あとはスタミナ維持としても使えるので、まあ、よかったりはします。ただその回復持ったところで結局まあ 2,3 打球ぐらいでそれが溶かされちゃうっていうのと、蓄積に関しても基本的に火ダメの方で溜まっていくので、まあ、そんなに回復もらなくても大丈夫かなっていうところがあったりはするので、基本的にはスマ向こうになるのかなっていうところがあります。で、次におすすめエンブレム紹介していきます。このキャラに関しては結構エンブレムが大事でして、まず合うのがストーム向こうエンブレムです。特に逆境時のものなんですけども、これは闇ストームをこのエクセが打ってしまうので控えに交換した時用の一応エンブレムになるんですけども、これやっぱないとねやっぱ控えのキャラ使いづらいので、まあ、まあ結構いいかなと思います。ただ注意としては5秒間ストーム向こうの方一応2種類ほどあるんですけど、そちらの方だとね闇ストーム無効化できないらしいんですよ。実際に試してみたんですけど無効化できないのでそこら辺でちょっと使いにくいので、そうですね、逆境時の方をできる限り選んだ方がいいかなと思います。あとはブレスエンブレムとかも回復量を増やした上でエリア 3% とかであったりしますし、あとアテナエンブレムに関しても回復持ってる上に状態上無効でセリナの打ち上げ対策できたりするので、まあ、そこら辺も良かったりしますし、あとはまあ状態上系防ぎたいなら赤のエンブレムとかもあったりしますかね。これ逆境時っていう限定ではあったりするんですけども、まあ強制打ち上げとか炎の他もろもろとかいろいろ対策できたりするので、これは結構いいんじゃないかなと思います。あとはトレジャーソワラのやつ、昔のやつなんですけど、これとかも結構良かったりはします。エリア 3% 持った上で得点回復持ってるんで、まあ、これもなくはないかなといった感じで、だいたいここら辺からまあ好みで選んでいくのがいいんじゃないかなと思います。一応そのチーム面がギアとかエンブレム含めて紹介してる動画とか上げてたりするので、ぜひともそちらとかもねチェックしてあげたらなと思います。で、次に対策喋っていくんですけど、対策に関してはまず後継ミューがいいかなと思います。瞬間移動を持ってますし、あとは地面向こうで竜防いだ上に、あとはストーム向こうで闇ストーム防げたりするので、このキャラは結構いいですね。一応おまけとしては、石碑だけ持たせると、全然聞いたことないギャラだと思うんですけど、このギア持たせることによって、毒と感電レベル4に関して、これを2ポイント間つけることができます。さらに、それを2回打つことができるんで、まあ、合計4ポイント間つけることができて、まあ、エクセの、機動力を奪った上で感電でエリアを狭くすることができるんで、結構いいなと思いました。あとは幻想オルジャーですね。この対面してるキャラ。これなんですけども、今みたいにその空中ギミックで事故ることもありますし、あとはこのキャラストーム向こう持ってるんで闇ストーム効かないとか、あとは空中地面向こうあるんでギミック系効かないとか、あとはダイブがあるんで極限取れたりとか、まあそこら辺で結構誰でも使いやすいっていう点ではいいかもしれません。まあ、特にブレスとか持たせてあげると、まあ、回りやすいのでそこら辺持たせてあげるといいかなと思います。あとはターニャとかですかね。ターニャは初手から地面向こう持ってる上にリープ持ってるんで極限に強いとか、まあ、そこら辺で結構いいかなと思います。エクセ自身防御性能はそんなに高いわけではないので、狙撃ショットでしたっけ？あれとかも決まりやすくていいんじゃないかなと思います。あとは公演シャルとか、自分試してはないんですけど、ゆうのすけさんが動画上げてたんで多分いけるんじゃないかなと思います。まあ、カタログスペック見た感じも不要無効持ってないんで多分吸引ではめるっていう感じですよね。なので、まあ、いいんじゃないですかね。地面無効も持ってますし、結構いいんじゃないかなと思います。という感じで、次にエクセと合うキャラ紹介していきます。ペアと組むなら誰っていう話なんですけど、まあ、一番合うのは多分ルナじゃないですかね。まあ、エクセの対策で使えたりもしますし、
まあ結構いいんじゃないかなと思います。ただその闇ストームの影響を受けちゃうんでそこだけ注意ですかね。エンブレムで対策しましょうといった感じで、次に会うのが後継ミュウです。このキャラの場合はストーム無効を持ってる上にミラー対策にも一応なったりするので、このエクセタイムですね、エクセ対策としても使えるんで、まあ、結構いいかなと思います。あとはエクセ対策の対策にも一応なったりするので、まあ、このキャラもいいかな。この二人持ってるならぜひとも、一緒に入れた方が、安定度は上がるかなと思います。で最後におまけなんですけども、ルミエリーダーにしたい場合ですね、やっぱ回転いいキャラなのでさらに回転上げたいって思う方いるかもしれないんですけども、エクセを使う場合、エクセだけを使う場合は、SS を消費しないので、リーダースキルのレベルが上がりません。そこだけちょっと注意してあげた方がいいかなと思うんで、まあ、他のキャラで SS 打つとか、そういった工夫がいるのかなと思います。あとはセリナリーダーとか結構良かったりしますね。エクセミラーで結構強かったりするので、持ってる方はリーダーにしてみてもいいんじゃないかなと思います。あとはその、ショットに関しては、極限まで待たなくても全然いいかなと思います。特にミラーとかに関しては、まあ、全然途中で打ってもいいんじゃないかなと思います。あとは所定育成以外だったら20秒間地面無効とかつけてあげても結構良かったりするので、まあ、いろいろ試してみるといいんじゃないかなという感じで、この辺で終わろうかなと思います。それではここまで、ありがとうございました。お疲れ様です。